ポチョチャンネルです。ポチコです。はい、ポチョです。今日はね、以前お届けさせてもらったクリップ一つでクリップね、ゴミ箱固定するっていう動画あったと思うんですけど、これポチコさんのご指摘もありましてね、ポチョとかポチコさんにしても車好きなんで、すぐゴミ袋をね、処分すると思うんですけど、カメラ下がったんで、で、溜めちゃう人もおらっしゃる、いらっしゃる。おかしい、いらっしゃる。はい。いらっしゃると思うんですよ。いらっしゃると思います。うん、なかなかな。そしたらね、重みで多分沈んでいくかなっていうのと、クリップ一つよりかやっぱ二つの方が強度が。あ、強度があるな。はい。というのと、あとまあね、小塚さん結構事務系の仕事されてるんで。はい。こういうね、ダイソーさんで、幅がね、19ミリか、そうやな、ぐらいあった方がいいんじゃないかな、一般的じゃないかな、ということで、今回、このサイズにしてみました。で、ちょっと挑戦してみたいと思います。はい、はい、最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、そしたらね、こちら、今の状態ね。ゴミ、実際リアルに入ってます。はい、入ってます。これ1個ね。うん、ちょっと、いろんな回答もあるけど。いけるかな。はい、お願いなって。ね。お願いなってしとこう。コンクリップ1個ね。1個。はい。で、これやっぱりね、これ以上重がかかると多分こうガーッと折っていっちゃうと思うんで。この前私開けた時も。なっとった。こういう感じでこう、ぐちゃぐちゃ。ああ、なっとった。これだけ結局こう開いて、入れた。なるほど。のよ。了解です。そう、さっき紹介させてもらったやつね、これ。はい、クリップ。ダブルクリップ。ダブルクリップ。28個入り。はい、ダイソーさんです。19ミリです。19ミリ、あ、ミリもね。はい。そしたらこっちが以前使用してた分、2倍ぐらいあるんですね、今回の分と。強度も違いそうやね。強いと思います。それは、落ちた。多分。ちゃう？あれ、持ってなかった。持ってなかった。全然違う。違う。うん、全然。はい。よし、こんな感じで止めていただいて、パッチンパッチン、で、こっちは止まっとんね、こっちは止まっとんな。はい、今こんなに浮いとんで、結構しっかり広がったから。うまいな。で、ここはトネ君とこなんで。あ、そうやな。これが下、これも、このこっちを受けなんで、これがね、これが奥ね、っていうのが目安で。奥ね。あとはもう電用に不細工にならない。うちが。見た目大事よ。はい。いきますよ。はい。はい。全然違和感なく、ロックもできます。ないな、ちょっとこう見えたほうがクリップがね。銀が見えるぐらいで。こっちもちょっと失礼。はい。こんくらいやな。はい。まあまあ、何分かれへんのんじゃないですか。全然目立たん。目立た感じ。おかしいね。見た感じです。見た感じ、目立たん感じかな。こぎってなのね。はい、そしたら今日はね、ルーミーの。ルーミーの。ゴミ袋ね。こちらを使って。はい。前よりか強度はね、2倍になったんじゃないか。2倍になった。2個になったけん。2個になったけん。大きさも変わってそう。そうそう。ちょっともっとね、強度あるかもしれない。かもしれん。はい。皆さんもよかったら、試してみてください。はい。です。そしたらチャンネル登録、高評価。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。